師走の時期にですね、お集まりいただきましてありがとうございます。今ご紹介に預かりました NPO 法人共同協議会小市の理事長を務めてますので、関西東京です。このプロジェクトがですね、実はこの NPO 法人共同労働協会小市というですね、まあ、NPO 法人から、まあ生まれたプロジェクトでもございます。当 NPO 法人は生涯現役で働いている環境をですね、今のうちから、共同仲間の力で、そこを乗り越えていこうという趣旨で、2011年の1月の28日ちょうど東日本大震災の時にですね、立ち上がった段階でございます。そこからですね、3年経過をしまして、その生涯現役で働ける環境というのは、実は自分の、ね、住む、地域ではないと、要は住む場所と働く場所を同じにすることで、まあ、生涯長く働ける環境が築けるのではないかということで、まあ、私がこのあざみ野に住んでいるということもありまして、タマプラザ、隣の、ね、タマプラザの駅前通り商店街の方で、事業支援センター、街中ビズアワーというですね、バーチャルオフィス機能付きの支援センターを立ち上げました。そこのですね、会員さんの中で、この地域のですね、課題をですね、毎月、どうやったらここの地域の課題をですね、解決できるのだろうかというのを月に1回ですね、そういうディスカッションをしてるんですが、まあ、その中で、これからね、まあ、働き続ける以上はですね、健康でなくてはならないと。でその健康もですね、やはりね、なるべくなら病気してからね、治すのがなく、病気する前からきちんと予防して、長くですね、まあ楽しく人生を歩めるような、まあ、そういった環境をこの青学エリアで作ったらいいではないかということで、たまたまその時神奈川県の医療を治す取り組み支援事業というですね、そういった事業が募集されてまして、まあ、私どももそこにですね、参加をしまして、神奈川県の中で採択されたのは5つの事業だったんですが、こちらが実はその1つの、まあ、団体として、補助金の、ね、事業だったんですけれども、それを始めたという次第でございます。でそれが今こういう形でですね、まだこれからね、これ今日また新たなスタートというところで、この医療というものをですね、この情報発信をこの青学から、この青学区から、情報を発信していこうという今日はね、そういう会でございますので、ぜひ今日皆様のね、その第一歩をぜひ、今日は目に焼き付けてですね、お帰りいただければなと思います。今日は、一日よろしくお願いいたします。ありがとうございます。